これですよ、この謎の謎すぎる。米沢泉のフィールパインTP、こんばんは。2週間ぶりの旅行です。本日、会社、今の職場はね、10月末が期末ということで、来期に向けてののろし上げ。今年も売上目標を、幅のあるうちの上の方でね、売上、米沢は8月にしたらほぼ関係してないですけど、そういう中でね、ちゃんと、結果は出せたようです。皆さんもよろしくお願いします。そんな中ですね、飲み会で12時近くまでいまして、ギリギリ日付変わる直前、こちら、山手線、外回り、品川へ行き、品川と前ですけどね、ここの段階では品川は、プチ前では近いんで、品川駅に行っていただいて、池袋方面って出てますけど、こちらに乗って池袋まで移動しております。本当のさすが金曜日ね。はい、殺人的な混雑の中、池袋駅で降りました。これで今宵の移動をしたわけですね。もう日付変わってますからね。さあ、今日は GoTo トラベル、関東京都の旅ありき栄養で1泊 GoTo トラベルクーポン引くと2000円切る、そんな上でいただいております。はい、池袋駅北かっこ東口出てすぐですね。こちらビーフで本日たった3時間半旅ですね。渋谷の宿チェックしましたけどもね、8分ぐらいかかったね。まず身分証の確認から入りまして、その後、ちゃんと、これまでなんで初めて、楽天から出て発行された払い出しされた QR コードをチェックし、読み取れない。宿側で、パソコンに表示して読み取るっていうね。そんな儀式を経て予約いただきました。地域クーポンです。さあ、今、0時半過ぎたところですけども、明日4時10分に起きてね。駅データベース更新なんで、さっと寝たいと思います。おはようございます。池袋駅西口、かっこ北です。先ほどね、3時間半仮眠して、バッチリ起きて、駅データベース、折りつぶしネット、更新しまして、そして、この東口かっこ北にあるね、ビジホーを出まして、こちらの地下自由通路を通ってやってまいりました。池袋駅、西口。ね、東は西部で、西の東部です。はい、東武の池袋駅 iPhone スイカで入場しまして、始発小川町駅一番電車乗ってまいりました。今マルチビタミン100円炭酸飲料飲み、酔いが全く冷めてないんだけど、当たり前であんだけ日本酒飲めば。そして米沢が帰った後も職場は盛り上がっていたようで何よりです。これ一番電車やっぱりさすがに土曜の一番が空いて逆混んでるね。脳が待ってない。ギリギリ座れるぐらいじゃないですか。はい終点小川町駅までうとうとできましたね。そしてこの対面乗り換えのわそまそよりいい機種やつ4両編成短くなりますよう塗り替えました。音とるとりですごい人がいましたね。はい、小田ばっかりの南寄り駅でおりまして、全国9500あれ18駅だっけ、全ての駅に乗り降りできたことになります。お疲れ様です。お助けでね、当たり前か。はい、こんな感じでございました。残り肉がいっぱい咲いてるね。よいしょ。さあ、そして謎の自動改札の使用が発生したのに、米沢の春前の予想が見事外れたってやつですね。降りましょう。おはようございます。ありがとうございます。これですよ、この謎すぎる。はい、というわけで降りてみました。ご覧のようになってましてですね、そしてウォレットを見ていただくと分かるようにドブ竹騒ぎになってる。事前の直前の予想通りでしたね。言ってなかったけど、米沢2月ぐらいにね、過去動画でこの駅はこういう種になるんじゃないかっていう勝手な予想しましたけど、まさかもう隣の駅、東武竹沢と小布施駅それぞれの自動改札を入れただけっていうとんでもない実装になっていましたね。ご覧のようにこの緑は東武竹沢駅らしい、この青は小布施駅ってことになってるらしいね。これで改修費用節約とはなかなかやりますね。まあ確かにこのやり方だとね、同一駅を見なさないのでね、隣の駅どうしても、なんとかなる。うまく考えたものです。で、まあ駅自体はこんな感じでコンパクトですね。はい、さあ降りてみましょう。はい、何もないですね。何もないよ。はい、この道、ストビューで見ると本当行き止まりの普通の存在価値がわからない、泥になってましたけど、まあ、こんな感じです。で、上もね、あれも向こうのホンダの工場に直接行けるみたいで、そちらのも改めて降りてみましょうね。券売機もいい気だけですね。そしてこの、先ほどね、見たこの歩道橋、こちら、どういう構造になってるかっていうと、直接はいけないね。これ何なの、この複雑な構造。高さ稼ぐためだから仕方ないのかもしれませんね。はい、こんな感じです。3層のエレベーターになってる。はい、こんな感じですよ。まさにホンダの工場に出勤するための通路であります。先ほどこの道ですよ。はい、なるほど。これはどこの海芝浦駅ですかってやつだね。はい。まさに、ここからホンダの工場に直接行けるってやつだ。はい。今日はシャッターが閉まっていますよ。なるほどね。はい。こんな感じでした。この駅トイレないのかと思ってね。実はこっちのツールなんだと思ったら、違うトイレでしたね。使わせていただきましたよ。はい、ということです。はい、そしてまた重要なことを喋り忘れていましたね。こちら、ご覧の通り。はい。まず、小布施駅、寄居駅方面、下りの場合は、購入できませんって何のこっちゃですよ。これ、運賃表もないってことになったんだね。そして、これはどう、なんと、自動改札があるのに、なぜか乗車駅表明書があるってこの謎仕様になってますね。混乱を防ぐためにはこれ必要なことなんでしょう。ここからね、自動改札したらまずこっちのやりゃいいんですけど、そうじゃない人、切符を欲しい人ほとんどいないだろうっていう意味なんでしょうね。で、混乱を防ぐためにこの券売機では東武竹崎からの切符しか売らないと思った。そしてね、はい、東武竹崎で降りるときはこう特例でね、初乗り運賃ということなんで、これでね、乗って多分東武竹沢から150円の切符ってことで、当然そうしたら東武竹沢駅の自動改札降りられないということで駅に渡してくださいっていうね、謎仕様ですね。いろいろ工夫されとるの。はい、これは工夫というのだろうかよくわかりませんが、そんな愉快な南寄り駅でございます。はい、南寄り駅自動改札東武竹沢の緑の改札機にタッチしまして入場いたしまして、乗り口を待っているところです。おさらいしておきましょう。はい、これね。はい、緑色の自動改札機と、水色の青の自動改札機がありまして、青は小布間駅っていうことになってて、緑は東武竹沢駅ってことになってるのでね、それぞれの方面にタッチしないと運賃が高く取られるかもしれないということです。そして紙の切符に関しては、上りは普通に券売駅で東武竹沢駅初の切符が売られ、東武竹沢に乗るときは初乗りを買って東武竹沢駅で乗った切符東武竹沢駅で降りられませんから、有人改札対応で、逆に下りに乗る場合は、あのね、オレンジの、乗降者駅証明書を発行して、整理券みたいなやつですね。で、有人改札通って降りる時も有人改札対応という謎そのものの南寄り駅でした。たっぷり堪能させていただきましたので、今から戻りたいと思います。中華鳴子温泉行くんだね、これからね。はい、というわけで、南寄り駅から東武東上線上り、小川町行き乗りまして、これから鳴子温泉に向かいたいと思います。ここから鳴子温泉向かったの変な話ですけどね。しょうがない、週末だからね。はい、というわけで南寄り駅から乗りました。これで本日の1本目の配信はここまでさせていただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。